まって7分、しかし2得点、清水は J2 でリーグシェイプ、組織をあの戻す時間を、ね、作らせないぐらいスピーディーな攻撃でしたよね、まあ、1点目に関してもビルドアップからうまく相手を剥がして、はい、もうそこからのスピードあふれる攻撃というところを後にするという、そういう気持ちも伝わってきますね、はい、そのチャナヒップが中盤でもらいます。シンプルに縦に入れてきた、木監督の守備規律を徹底しようと、はい、まあ、そういうところ、まあ、そこの規律を徹底する前のところでね、整う前にあの攻め技ありのラストパス、はい、まあまあ本当にこう素晴らしい技術持った選手だなというふうに思いますね、はい、まさにフロンターレは個人の能力ももちろんですが、チームとして人が動いてチャナヒップに入ります。低い位置でもらうチャナヒップ、そして明眼北爪が寄せます。せずにしっかり自陣でブロックを作る、まあ、この使い分けもできていると思うので、はい、問題はこの、はい、まあ、20あの福士君もというか岸君もというか20番なんですけどね、はい、お互いまたこのゲーム、はい、ここまでのところね、法政運がいいしっかりとした結果を出しているんで、はい、ボール奪いたいんですよね、はい、なので奪ったボール1本にようなプレー、フラウェイというようなね、あの離れるようなプレーをしたことで、はい、川津選手センターバック、大南と山村ですか、はい、まあ、彼らからし川崎流れ掴むには今のようなチャンスできっちりものにしたいところですよ、ね、はい、ちょっとした自分たちのアンフォースエラーというか、はい、もったいないミスでのプレスをかけてショートカウンターだったりを非常に得意としているチームでもあります。やってるものがあるんですけど、はい、かなりボール速いんですよね、いろんな長いボールを入れようとするわけですよね、はい、だけで選手たちかなりボール走りやすいんじゃないかというふうに柴田担当者の方話していらっしゃいました。さあここで持ったチャナピック、個人技が非常に高いクオリティで持っている選手、もう一度チャナピック、ここはふわりとしたボールを、さてこの試合ではシュート数を表示しています。ゴール前セカンドボールは川崎、チャナピックからマイナス気味の折り返しというのは清水のリズムかもしれないですね、逆にフロンターレのはボール、そして小塚です、浮かせたボールでチャナティップ、岩吉が跳ね返しました。そしてチャナティップ、セカンドは川崎です。セカンドボールは川崎、チャナティップからセガ、ボールを持って打開策を探ります。でボールにプレッシャーをかけないとそこ見てんのかってとこ、チャナティップ低い位置で受けて試合を作ります。小塚からのワンありますしね、少し短くはなってるんです。近くでもらったチャナティップ、縦パスが入ります。テンポよくああいうプレーがね、一つ流れを変えるきっかけになるというのがサッカーの常ですから、強さというのは気合立ってるかなというふうに思うんですよね、はい、まあ、3試合で1失点ですからね、はい、まあ、そこに関しての守備力というのは自信持ってるしようとするのか、いやまた狭いとこ通します。狭い空間、フロンターレのか、そしてチャナティップ、チャナティップが受けるポジションは周りに空間が常にあるような状態です。取ってますよね、まあ、ここは今宮スライの間を狙うと見せかけてのマイナスっていうところいます。神谷が狙っている、うまく本当にギリギリのところだと思うんですけどね、はい、お互いに一本のこの切り替えを保ち続けているからこそ互いにそういったシーンが生まれています。宮本のところチャナティップ対宮本です。大きく変わってきますよ ね山田の元にこぼれてきた、中に入ってくるチャナティップ、チャナティップの右足のシュート、まあ、よく当てましたね。チャナティップもコンパクト質ですね。あれが少しでも遅いボールだったら早いですね、あの囲み込み、はい、なのであれよりも早くかなり幅を取ってプレーをすることが、川崎がボールをしっかりと持ち始めました。松永根、左足のクロスボール、
前から来た川崎の裏ひっくり返してそこから質の高いクロスからのヘディングと、そして前線からの守備でそこからまた手数をかけずにゴールまでの。一般の選手がうまく落ちて受けることで前向きでね、はい、こんだけボール佐々木が寄せて、そして大南チャナティップです。もう一度清水は奪いに行きますが、チャナティップの清水の選手たちがね、川崎の選手を囲い込みに行って、まあ、ここを一回剥がされる、握り続ける川崎。チャナティップはワンタッチでまた中央を使ってこようとします。まあ、マネージメントする、はい、さあ左サイドからマルシーヨに渡る、追い返してくるダイレクトの右足、チャナティップがスーパーゴールを叩き込んでみせました。左から作って最後はチャナティップ、今シーズン初出場で初ゴールはカップ戦で生まれました。ことを吹き飛ばすかのようなね、はい、まあ、マルチーニョのコントロールからクロスも見事でしたけど、はい、まあ、やはり素晴らしいものがありますね、はい。今終盤に入っています。そしてチャナティップ自由にボールを持ちます。コロリから自由に出てフリーの中山が剥がして右足のシュート、足が絡んでの得点ですね。みんなが手乾繋がらずチャナティップカウンターに転じる川崎。さあストロングのマルシーニョを使って、森田さん非常にスピーディーなカウンターでした。スピーディーでしたね。チャナティップに入った時にもうマルシーニョが動きディフェンス、セカンドボールは川崎です。この位置にチャナティップ入れずにこのタイミングで入れてきました。ベンチ前で複数の選手が準備をしています。もう一本マルシーニョへ、ここには高橋がついています。そして立花は失点のタイミングっていうのがこのゲーム、まあ、前線もですけど森岡さん難しい状況ではあるんですよね。そうですね、まあ、その中で大西監督のメス、そして川崎は選手交代、チャナティップに代わって山根を入れてきます。